こんにちは。ここは静岡県東部にあります三島駅です。以前神奈川県の小田原駅と大雄山駅を結んでいる伊豆箱根鉄道大雄山線をご紹介しましたが、この三島駅からはもう一つの伊豆箱根鉄道が温泉地修善寺までを結んでいます。今日はそのもう一つの伊豆箱根鉄道寸津線のご紹介です。はい、ホームにやってきました。向かって右が7000系電車、左側が3000系電車です。この緑とクリーム色の塗装は機動線という伊豆箱根鉄道が昔運営していた路面電車の復刻塗装ということです。今回はこの左側の電車に乗ります。寸津線は2021年7月現在、スイカやパスモなど IC 乗車券は使えません。誰も彼も紙の乗車券を買う必要があります。今回は寸津線の1日乗り放題切符、その名も旅助けを使って乗ります。1枚1040円、ちょうど三島修善寺間を往復するのと同じ値段となっています。当然ですが自動改札機は通せませんので、駅員さんのいる改札を通る必要があります。8時47分定刻で三島を発車。全線の所要時間はおよそ35分です。まずはお隣の駅三島広小路を目指します。お待たせいたしました。ご乗車ありがとうございます。この電車は静岡大人方面修善寺行きです。次は三島広小路です。この時三島田町までカーブが続き大きく揺れる場合があります。また事故防止のため急停車することもありますのでご注意ください。始発駅のこの三島駅は最初この位置にはなく、現在の御殿場線下戸刈駅がかつては三島駅を名乗っていました。方角的には列車進行方向から真後ろの方へずっと進んでいくと下戸刈の方向です。そのためこの現在の三島駅を出た後、線路は左へぐーんと大きくカーブを描きます。左カーブが終わると右カーブとなります。これは旧三島駅へと向かっていた頃の名残と思われます。放送でもあった通り三島広小路を出た後もカーブは続きます。次は三島田町、二面三線の行き違いができる駅です。この寸津線は特急踊り子号が JR から乗り入れており、当駅は特急踊り子号の停車駅にもなっています。ただこのように追い越しのできそうな駅構造をしていますが、特急による追い抜きは行われておらず、普通列車であろうが先に走っている列車が終点まで先に到着するスタイルとなっています。先ほどご紹介した1日乗り放題切符旅助けでも確か200円だったかと思いますが、別途料金を支払うことで特急踊り子号に乗車することができるそうです。正面からやってきたのは3000系電車。この寸津線では大雄山線とは対照的にワンマン運転を行っています。車両も1両あたりの長さが20メートルの車を使用しており、大雄山線と異なる部分が随所にあります。3両編成というところは同じですね。車内は今乗っている車両を見たところ、真ん中の車両は転換クロスシート、両端の車両はボックスシートとなっています。割とお客さんの利用もあるようでして車内を撮影することはやめておきました。次は三島二日町です。普通列車はおおむね15分間隔で三島と修善寺の間を行ったり来たりしています。朝ラッシュ時はもう少し短い間隔での運転もされているようです。昔線路のつながっている東海道本線に乗り入れるつもりがあったようでして、その準備として沼津や熱海など東海道線の駅の行き先を表示できるようにしていた編成もあるとのことです。まあ、結局これまで実現はしていないようですが、三島二日町の駅は脇に小川といいますか水路が流れていて、見た目にはとてもいいものです。隣接して横浜ゴムの工場があり、通勤時間帯は混雑するのではないでしょうか。三島二日町を出ると少し視界が開け、田んぼの中を走るようになります。しばらく走ると次の駅台場に着きます。台場といっても東京のお台場ではなく、大きい場所と書いて台場です。ここ台場には車両基地が隣接している関係で、朝や夜には台場発着の列車があります。逆方向からの車窓になりますが、台場駅のすぐ近くに伊豆箱根鉄道の本社、そして車両基地台場工場があります。ここでは寸津線の車両だけではなく大雄山線の車両についても検査など自動車の車検にあたるようなことを行っています。
大雄山線の車両が検査を行う際は JR 貨物によって三島まで運搬され、そこから伊豆箱根鉄道が保有する機関車を使用してこの台場工場まで運ぶようになっているとのことです。反対からやってきたのは1300系電車、元は西武鉄道の車両だったとのことです。初めて知ったんですけど、寸津線の電車って前照灯つけないんですね。まあ、夜とか暗い時はつけるのかもしれないですけど。台場までが三島市、次の伊豆新田は田形郡神奈美町にあります。寸津線の寸津は駿河の国と伊豆の国を意味しています。これはかつて駿河の国に属している沼津市と伊豆の国にある三島市の間に前述の機動線という路面電車を走らせていたことから来ているということです。なので今のこの路線がそこを走っていたからというわけではないようです。昔その旧三島駅、今の下戸刈駅までを結んでいた時は駿河の国をかすめていたようなんですが、今の三島駅に移ってからは全線が伊豆の国内で完結するようになっているとのことです。寸津線の最高速度は85キロ、なかなかのスピードで走ります。列車は次の茨城から伊豆の国市に入ります。ニラ山に到着。私も知らなかったんですが、世界遺産のニラ山反射炉はここニラ山駅ではなく次の伊豆長岡駅が最寄りのようです。ちょっとややこしいですね。ニラ山反射炉といえば、私が大学生の頃は三島駅構内にニラ山反射炉世界遺産にというポスターが何かが貼られてまして、ようやく念願かなったようでよかったねという感じで見ていました。こちら次の伊豆長岡なんですが、しっかりとニラ山反射炉のアピールがされていました。次の他郷までの間で国道136号と並走します。自動車よりも速いことがわかります。右手に大きな崖のようになっている山が見えますが、あれは城山という山です。これまた逆方向からの車窓になりますが、いかがでしょうか。ゴツゴツとした岩肌が特徴的、なんとも猛々しい見た目をしています。この周辺地域のシンボル的な存在となっているようです。麓には沼津市まで流れる鹿野川が流れています。正面の山がだいぶ近くなってきて、到着するのは大人です。寸津線は当初この大人と東海道本線を結ぶ目的で作られたそうです。初めの計画では東海道本線側の終着駅は沼津となる予定だったようですが、東海道本線が作られた時に駅が設けられず、かなり衰退していた宿場町の三島が土地の寄贈を行うなどして積極的に誘致したことで三島を起点にすることとなったとのことです。牧野港駅を経て列車は終点の修善寺に到着です。修善寺駅大きくてですね、5番線まであります。本日も伊豆箱根鉄道をご利用くださいましてありがとうございました。終点修善寺です。お忘れ物のないようご注意ください。また車内マナーにご協力くださいましてありがとうございました。We are now arriving at Shuzenji Terminal. Thank you for taking the Izu Hakone line.駅舎はかなり綺麗で立派でして、昔一回来たことあったかと思ったんですけど、多分その時とは違っていました。調べたら2014年に新しい駅舎になったようでした。ということで今回はもう一つの伊豆箱根鉄道である寸津線のご紹介でした。また今度修善寺温泉にも来たいと思います。ご視聴ありがとうございました。